チブサン古墳チブサン古墳は、熊本県山賀市にある草食古墳。国の史跡に指定されている。本古墳は、山賀市を流れる菊池川支流の岩の川う岸、標高約45メートルの平浪が外地の東端に位置する。周辺には草食古墳が多く分布する地域である。6世紀初めの古墳時代に築造された前方公園墳である。公園部南に沿道を持つ、 前室、皇室の複数の横穴式石室を設け、石室内の岩や形内壁と屋根の軒部全面に装飾文が描かれている。内側石の上段に白の円紋7個、下段に冠をつける両手、両足を広げた人物像とその右に三角分を白色で、その他は赤色で塗っている。正面の側石に三角分、両形分を主体に、 正面中央に円紋を描き、赤、白、青の三色で塗り分けてある。特に中央に描かれている装飾の文様が女性の乳房さに似ていることから、父の神様として現在に至るまで崇められている。現在は県立不動機能家の中心遺跡となっている。古くから開港し、出土品は不明であるが、事前調査で円筒派には、継承派にはが出土している。 前方部と後円部の境に、ヤッコダ型の石陣が立っていた。現在、東京国立博物館に所蔵されている。ありがとうございます。